今日は Poopsy Slime Surprise Make Slime Add Magic Collect and Store Slime スライムを作れてでマジックのカラーパウダーを入れると色が変わってさらにキーチェーンがついてきてそこにあのスライムをしまうことができます。こんにちは。今日は Poopsy Slime Surprise Make Slime Add Magic Collect and Store Slime スライムを作れてでマジックのカラーパウダーを入れると色が変わってさらにキーチェーンがついてきてそこにあのスライムをしまうことができます。今回もフルボックス全部で2、4、5、6、16個開けていきたいと思います。始める前にお水とハサミ用意してください。それでは開けます。ケージはこんな感じ。ここから開けるみたい。開けます。はい、1つ目、ユニコーンフード。じゃあ取ってみるね。ちょっときれいに取れます。ユニコーンフード。じゃあ2個目、あ、これ切り離せるよ。2個目、今度はユニコーンマジック。切り離してみようか。ユニコーンマジック、はいはい。3個目、サプライズセント。香りもついてるんだね。はい、こちら4個目、これはマジックスプーン。うん、はい、これでおしまいかな。で、この中に何か入ってんの。こうやって回して蓋を開けます。わ、すごい大きいコンテナ。1個と2個、3個中に入ってます。あとは説明書と、これがリストだね。これで4、ここで10でしょ。で、後ろにもあるの、ほら、全部で18種類です。とりあえず18種類、16個あるからどこまでコンプリートできるか。じゃあやってみよう。まずはこの大きいのからいくよ。なんだろ、おお、ココナッツ。ココナッツの容器が出てきた。これどうやって開けるの。あ、こう。はい、じゃあ他も開けていくね。これは、あ、見てパイナップルのプー。この中にスライムを最後に入れられるんだね。わー、目もキラキラしてる、かわいい。じゃあこれ、はい、これが香り。ちょっと匂い噛んでみるね。なんかね、ココナッツとかパイナップルっていうよりはなんかほんとお花のパフュームみたいな。あと見てこれ、本、角がついてる、かわいいね。え、これは、あ、これがカップ。ここにお水を入れるの。ほら見て、ここに線が書いてるでしょ。それでは早速やっていこうか。じゃあまずカップにお水を入れます。線までね。これを2カップ入れるの。はい、1個目、あ、あ、入れすぎちゃった。はい、2杯目、このカップ2杯のお水にユニコーンフード入れていくよ。はい、入ったかな。で、ここにこれ、香りは5 drops だから5回、1、2、3、4、5、はい、5回。もし強く、香りを強くしたかったらもっと入れていいんだと思う。それではこれを閉めます。はい、容器を閉めて1分間だって。シェイク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 、1分間混ぜ続けてください。はい、1分経ちました。これを10分間置いておかないといけないので、とりあえずここに置いていきます。その後にこのユニコーンマジックを混ぜていきます。あとこれスプーン、今のところまだ使ってないんだけど、見て見て、わー、かわいいユニコーン。はい、じゃあ待ってる間にもう1つ2個目開けていきます。2個目いくよ。
じゃあ今回は全部一気に開けちゃった。見て見て、あ、切れちゃったんだけど。はい、じゃあそれぞれ同じものが入ってます。香りとスプーンとユニコーンマジックとユニコーンフード、こっちだね。今度は誰が出てくるかな。これがボトル、カップ、ちょっとキーホルダー、うんちの形してる。じゃあまずはボトルからいこう。いやー、じゃーん、プープープーダーエクスプレス。すごいパロディーだね、かわいい。で、これはじゃあパンダかな。イエーイ、わ、かわいい。見て見て、このあの足、うわー、かわいい。パンダエクスプレスってチャイニーズレストラン、アメリカによくあるの。はい、これがね、じゃあボトルの中で混ぜていこうか。蓋をよく閉めて振ります。また1分間ね。はい、1分間振り終わったので、この子もじゃあ置いときます。んでんでんで、これだね、これ。さ、どんな感じかな。あ、スライムになってる。わわ、とりあえず取り出してみようかな。うわー、ちょっと私スライム作ったことないから。見て見て、あの粉とお水がこんな真っ赤なスライムになったよ。これにユニコーンマジック振りかけていきます。はい、じゃあお粉ユニコーンマジック混ぜてみました。うわー、見て見て、色がどんどん変わってる。見て見て、粉もすっごくキラキラしてんの。で、すごく柔らかくて伸びるし、でもあんまりベタベタしてない。ユニコーンマジックつけた後は特にあの手にもあまりつかないし、すごいいい感じ。はい、じゃあこれをこの中に入れていくよ。はい、どうぞどうぞ。なんかちょっと多いかな、このぐらい。はい、入ったよ。しまいます。ほら、キーチェーンになってるから、こうちゃんと引っ掛けてバックパックとか持ち歩きもできていい感じ。じゃあ次行くよ。はい、じゃあ今度はこのパンダのやつね。うん、固まってる固まってる。じゃあ今回はもうこの容器にユニコーンマジックを直接入れちゃおう。よし、あー、粉が出てくる。まあしょうがないね、いけよ。で、今回はスプーンを使ってみようかな。結構細長い容器とかだったらスプーンで混ぜると、うん、スプーンで混ぜてあげた方が粉が飛ばなくていいかも。さっき手で混ぜて、あのね、すごい飛んじゃったの。ある程度混ざったら取り出そうかな。はい、で、仕上げます。あ、今回は最初のよりちょっと柔らかめだけど、変な音鳴っちゃった。はい、これでも持ち運びができて、さらにあの容器も可愛いから最高だよね。じゃあどん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 いきます。3個目だよ。今回は何だろう。じゃじゃーん、あー、これマクドナルドっぽいね、可愛い。もしかしてこのプーハンバーガーじゃない。さあ、いくよ。私の推測はハンバーガーのはず。え、違う。うんちだ。うんち？ユニコーンの、あの、角がついてるゴールドの。あ、違った。よし。で、この香りはなんかね、トマトみたいな。なんか、香り、ちょっと難しいね、香りを表現するのは。私はなんとなくトマトっぽいと思った。じゃあ、今回も10分間置いとかないといけないので、置いといて、次に行きます。はい、ドド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 ド。今最初に香りだけ嗅いでみたんだけど、ちょっとコーヒーっぽい感じだから、まさかの、まさかの、やっぱりね、やった、スターバックスのバージョンだね。本当にいい香り、フラペチーノみたいな甘いコーヒーの香りがしました。この子はじゃじゃーん、かわいい。これティファニーで朝食をのオードリー・ヘップバーンのスタイルみたいだね。じゃあ混ぜていくよ。閉めてシェイクシェイク、1分間。ちょ
ょっと今振ってて思ったんだけど、このウィップクリームみたいになってんだけど、見て、見えるかな。目がついてて、ここにも実はうんちが隠れてる。今回もこれは横に置いときます。10分間置いて待っときます。で、この子はもういいね。ほら、振っても音がしないでしょ。できてるね。わ、何色何色、こんな感じ、緑色。じゃあ取り出すよ。おっ、わ、感触がとっても気持ちよくて、なんか癒される。きよ、こんなに伸びる、ビヨーン。はい、このうんちくん入った。蓋も結構しっかりしてるから絶対にこぼれることないし大丈夫だと思うよ。はい、じゃあ次、この子だね。私この香りが今のところダントツ。ほら、もう固まってる。さあ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 、あ、なんかちょっと泡っぽいけど、混ぜたら大丈夫かな。さっきのよりちょっと柔らかい感じがするかな。よ、ほら、もうすごいじゃない。で、なんかこの触った感じもちょっとウェットな感じするんだけど、全然手が濡れる感じでもなく、で、手にもそんなにつかなくって、いい感触。これ可愛いよね。はい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 、はい、じゃあ次。さっき言い忘れたんだけど、全部のスライムはこの容器の中に入らないので、このカップに入れて保管しておきましょう。後からまた遊べるよね。あ、ここでおさらい。レギュラー、レア、ウルトラレアって書いてるじゃない。今私これが当たったからレアだったんだ。はい、レア1個ゲットと、あとこの子が出たからこれもレア。この子レアゲット。そしてココナッツの子、この子、この子も星がレアだからレア、レアがレア、はい、レア。そしてこの子、この子はレギュラー。今のところこの3つ、レア3つ出てたんだ。ちゃんと表も見なきゃダメだね。レア3つとレギュラー1個ゲットしてます。ウルトラね、レアを狙って、よし頑張ろう。はい、じゃあ5個目いくよ。今回の香りはなんかね、ちょっとミントっぽい感じ。いくよ。おおおおおお、わ、なにこれ、ちょっとなんかすごいよ。これとボトルが、あ、ボトルじゃない、おんちくん。あ、なんかかわいい、うさぎじゃない。そうだよそうだよ、かわいいよ。この子はまず何か調べよう。どれだ、あ、この子ハートだからレギュラー。バンデーだって、うさぎのサンデー。よーし、じゃあ作っていきます。じゃあまた蓋を閉めてシェイクシェイク1分間。はい、じゃあこの子を横に置いて10分間待ってる間に6個目開けます。今回の香りはね、フルーティーな、すっごくいい香り。なんだろう、フラーピー。次は、じゃじゃん、うわ、ちょっとなんか、わかんない、かわいいかかわいいか、これフグみたいかな、なんかブツブツしてる。あ。じゃあちょっと表も見てみよう。じゃじゃん、これだね、これレギュラー。どっちかの色が出てくるってことかな、スライム。じゃあ混ぜてみよう。綺麗なマリンブルー。やっぱりこうやって表に何色のスライムができるか書いてあります。はい、蓋を閉めてシェイクシェイク1分間。はい、1分が経ちました。じゃあこの子を横に置いて、この子開けていこう。ほら、全然もう水の音がしない。パカン、取り出してみようかな。はい、この色すっごく綺麗。このうさぎのうんちちゃんに入れてきます。はい、入れたよ。じゃあ残りは容器の中にしまって、次だね。
いねいいね。はい。あ、綺麗なマリンブルー。よし、出しちゃえ出しちゃえ。あ、綺麗綺麗。あー、でもちょっと早すぎたかな。もうちょっと置いといた方が良かったかもしれない。早く容器から出しちゃうとちょっとね。いいかな。はい、じゃあ次行こう。はい、7個目。今のところ全然かぶってないね。優秀優秀。次は何かな。おおおおお、ちょっとちょっと、かわいいよ。ちょっとちょっと、これなんかウルトラレアっぽい。待って待って、先に確認させて。あ、そうだ、ほら、ダイヤモンドの形はウルトラレア。私これ見たことあって、絶対欲しいと思ってた。シャネルの香水のボトルみたい。うわ、嬉しい。じゃあ、うんちちゃんも開けちゃいます。うわわわわ、さすが。ウルトラレアだけあるね。見てこのラメラメ。かわいい。わあ、嬉しい。よーし、スライム作っていこう。もしかしたらスプーン、違うスプーンかな？同じかな？あ、スプーンは同じみたいだね。うん。ゴールドか、シルバーか、どっちかが入ってるみたい。香りね、なんかローズのすごいパフュームらしい香りだったよ。あ、これは下から開けます。よし。じゃあ、蓋を閉めて、よく閉めてね。大丈夫かな？シェイクするよ。1分間。見て見て。ほんと水っぽいんだけど、もう10分ぐらい？ 10 分もしないうちに固まってくる。はい、じゃあこの子も置いときます。じゃあ待ってる間に8個目、開けていくよ。今回の香りはバニラのすごくいい香り。あ、なんだろうなんだろう。あー、in then out って書いてる。 in and out っていうアメリカにあるハンバーガーショップを真似してる感じ。じゃあこれは間違いなくハンバーガーでしょう。じゃじゃーん、ね、出た出た出た、ハンバーガー。ほら、ハンバーガー屋さんだもんね。よし、スライム作っていきます。蓋を閉めてシェイクシェイク、1分間。ちなみにこの子は、はい、これだね。レギュラーになります。完全に固まってます。もう振っても動かない。じゃあじゃあじゃあ、おいしょ。綺麗なスライム。このままでもいいんだけど、やっぱりユニコーン入れてく。混ぜるよー。混ざってきた。取り出そう。最後はやっぱりちゃんと手で仕上げてあげた方がいいね。綺麗なピンクになりました。じゃあこれもこのピンクのプーちゃんに入れてきます。はい。で、残りはこの中。できた。はい、次。はい、じゃあもうこの子たちいけるね。固くなってるかな。じゃあちょっと泡が立ってるので、うん、大丈夫大丈夫、硬い硬い。はい、ユニコーンマジック混ぜます。なんかちょっとブルーっぽいかな。オッケー、もう取り出しちゃえ。うん、なんかちょっとブルーっぽい感じのキラキラが入ってる。なんとなくベトベトした、他に比べるとなんかちょっとベトベトした感じはするんだけど。スライムを
キーホルダーの中に入れてきます。もうちょっと入る。はい、出来上がり。